さあ、デッドバイ、今回はハンちゃんでやっていきましょう。いや、さっきね、まあ、トリックスター使ってみたんですけど、強いっすね、やっぱ。ただね、強いけど、昔、前みたいに、ナイフ持てる数が少なくなってるから、無駄打ちはあんまできないですね。ほんとすぐなくなっちゃう。44本しか持てなくなっちゃったんで。結構割とすぐなくなっちゃうから。まあ、強いことは強いですけどね。昨日もサバイバーちょっと何試合かやってたんですけど、トリックスターしか当たんなくて、マジでもう逃げれなかったんで、チェイス始まったら。これなぁ、でも。どうなんだろう、まだ実装したばっかだから、逃げ方っつってもなぁ。まあ、ハントレスと違って、結構当てやすいから、なかなかチェイスは難しいよなぁ。なんか対策あんのかな。で、やっぱりカクカクはやっぱなくなってますね、完全に。めっちゃスムーズ。あ、これもこうか。で、ツイッターなんかで見たら、まだラグがひどくなってるって言ってる人とかいたんですけど、どういう関係、それはもうその人の環境が悪いせいじゃないかな。回線とか、あとは PS プロじゃないとか。全然快適ですけどね。いや、こっち開いてねえのか。あ、はい。いや、でもこれもう一個ついちゃいそうだな。上行く。よし。興奮いいな。いるね、そこ。いや、マジで。いやー、もったいな。よし、危なー、ラスト1本持った。ついちゃうよね。そこもやってんの。あー、もったいねー。はぁ、デハーか今。今のなんだよマジで。残り2本。あの人もう次ラストだからこれ行くか。救助狩り。
もらったい。あ、それ当然こっち狙うわな。デッハまだ使ってないかな。いや、マジか。いや、これ強い。割らないと無理だ。まあ、タゲ取りしたかったんだろうけど、いいっすわ。セルフケアしたんで、まあそれ以下もないか。入って戻ってこないか。イケメン。あー壊されんなこれ。じゃあ待つか。しゃあない。まあ持った方でしょ。1人やれて4台残ってるから。あんまうるさい追いたくないけどな。猫ついてんのかなこれ。オッケー。お、地下行けるやん。いや興奮いいな。誰も映せないということは近くにいる。たイケメンとこのエロディが多分 PC の人だからパーティーなのか分かんないけど、いやまあ救助行くと、救助行くよね。まあそうだよね。使っちゃう。二人で来てたんか救助。よし、この板の使い方はありがたいのや。いやマジで軽くなってるわ。すげえ快適。あーでもパーティーじゃないのか、別々で回復してる。エロディさんが終わって、下降りの、
あ、もう一人いない。あ、いや、これどっちもこっち側にいるから。で、エロディがこの間に90いくと思うんだが、あ、いや、惜しい。やるね。どうする？エルディしか、あ、イケメン来てるわ。あ、イケメン回復終わる。うわ、あ、マジで。わかりやすく救助来られてるな。あー、ミスった。あ、マジで。どうした。やっぱりパーティーなのかな。怪我してるのに来たから。おお、ちょっと待って、もう来てるやん。よし。いや、マジでもね、この人すぐ死んじゃうかもしんないな。パーティーだったらエロディさんが死んだので、あ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 、いや、そっちかい。オッケー、よーし。いや、これマジで軽くなってるわ。めっちゃやりやすい。本来もともとこうなんですけどね。これが本来の。よし、オーケー。めちゃめちゃ軽いぞ。めちゃめちゃ処理が軽くなってる。お、そこだったんかーい。いやー、こうなると楽しいっすね、やっぱ。2つもらえた、なんか。うわー、でも待って、これ赤ランクの人やったん。なんか配信者っぽいよな、これ、なんか。おい、ってことで、デッドバイデイライトでした。では。